始まりました。シガ15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。オレステス・デストラーデです。高校の古文で、あ、高校じゃなくてもやったんだっけな、中学でもやったんだったかどうだったか、とりあえず、動詞の活用っていうのを皆さん覚えたと思います。まあ、活用の種類がいくつかあって、余談活用から始まり、上に下に、上一下一、あと変格活用と言われるものが下辺左辺那辺ら辺っていう風にね、まあこれだけ活用の種類があってですね、でそれぞれ、未然連用終始連帯以前命令と、まあ、形を変えてたわけですよね。で現代日本語もこういう活用っていうのはあるわけですけど、その活用の種類っていうのはやや少なくなっていて、まあ、特に変格活用っていうのは現代日本語は下辺と左辺しかないので、まあ、もっと言うと来るとするしかなくって、那辺と羅辺っていうのは残っていません。あとは二段活用っていうのも、まあ、少なくとも現代日本語の共通語、いわゆる共通語ではなくなっています。まあ、それはそれとして、古文でいう余談活用っていうのは現代日本語でいうとこの五段活用に対応するんですね。まあ、一個増えてるじゃないかっていうことですけど、もし皆さんが鋭い学生であったなら、このあたりのことについてね、疑問をお持ちになったかもしれません。あるいは何も考えていないかもしれません。まあ、余談活用と五段活用っていうのは実質同じものと言ってよくって、で昔余談活用って言ってたものを現代日本語では五段活用と言ってるんですよね。でなんで1個増えたかというと、まあ、そもそも余談活用っていうのは音が4つ出てくるからで、あいうえっていう音が、まあ、出てきてたわけですよね。未然連用終始連帯以前命令の順番でいくと、例えば書くっていう動詞だと、書か書き書く書く書け書けっていう風にね、あいううええという音が出てきます。でこれが現代日本語だとあいうえに加えてお段の音も出てくるっていうことですね。で古文になかったこのお段っていう音がどうやって出現するようになったのかっていうことを今日はお話ししていこうと思います。シガ15のツボ、さっきの書くっていう動詞の場合、古文にはなかった書こうっていうね、まあ、勧誘とか意思を表す形が現代日本語にはあります。で古文の時代にはこの書こうみたいなお段の音がなかったので、まあ、余談活用と言ってたわけです。でね、この書こうみたいなお段の音は未然形っていう風に教えられてるみたいですね。でこれはね、全然ダメだと思いますね。書かないとか書かれるみたいに、書かっていう風にあだんの音が出るときは未然形でまあいいと思うんですけど、書こうみたいなおだんの音も未然形にするのは、まあ、全く意味がわからないですね。まあ、意味がわからないと言いつつ、本当はよくわかってるんですけど、というのがこの書こうっていうのはもともと確かに未然形に由来しているからです。まあ、もっと言うとかかむという助動詞むに由来してるんですね。まあ、今でもちょっと古風な言い方でいざ行かんとか言った時のこのんっていうのが助動詞むに由来するものです。でこのんっていう風な音を聞くと、特に西日本の方の人は否定をイメージすると思うんですよね。今日は書かんとか言うと今日は書かないみたいにね、まあそういうふうにんが否定で使われるんですけど、こっちのんは助動詞ず、もっと言うとその連帯形のぬに由来するもので、
かかぬからかかんになってるんですね。で、一方、今お話ししてるかこうっていうのは、かかむっていう、まあ、むっていう助動詞から、この M で書かれるような子音が落ちてですね、かかうっていう発音にまずなりました。で、このあとうの母音が連続することになって、これが、加工につながっていったんですね。まあ、こういうのはウオンビンっていうふうに言うこともできると思います。というわけで、加工っていうのはかかむっていう、なんて言うんですか、未然形プラス、助動詞のむに由来してるので、まあそのせいで加工っていうのも未然形にしてしまってるんですけど、このね、言語の歴史っていうのと実際話されてる言語の文法っていうのは区別しなきゃいけないんですよね。まあこの点については関連エピソードがあるので、ぜひ聞いていただけたらと思います。この加工っていうのは未然形にするんじゃなくって、新しく活用形っていうのを設定して、まあ意思形でも何でもいいですけど、でそこに加工っていうのを入れるのがいいやり方だと思います。ある意味その古文の文法体系っていうのを引きずってしまっているっていうことですね。滋賀十五の壺。このかかむっていうのが現代語でかこうになってるわけで、だからあむっていうのがあうになっておうっていうふうにね、まあこういうふうに変遷をたどっていったわけですけど、そうなると現代語で編むっていう動詞があるのは本当はおかしいんじゃないかっていうことになりそうですよね。というのが、編むっていうね、セーターを編むとかの編むっていうのもかかむと同じように編むっていう音が入ってるので、かかむっていうのが、まあ、繰り返しですけど、あうからおうと変わってかこうになったならば、編むっていう動詞も編うとなって、その後おうっていう形で現代語に引き継がれてないと本当はおかしいんじゃないかっていうね。ただこの編むっていう、このむっていうのは助動詞のむではないので、まあ活用語尾と言ってもいいかもしれないですけど、まあ終止形の形ですよね。で活用するので、編まない、編みます、編む、編むとき、編めば、編めみたいに、まあ、活用する部分なので、かかむの助動詞のむとは、まあ、事情が異なるんですよね。なのでかかむとか、あるいは読まむっていうのが現代語では書こう、読もうになってますけど、同じ変化が動詞編むに起こったわけではなくって、確かに同じ音の並びではあるんですけど、活用語尾、まあ、あるいは動詞の一部、動詞そのものであるため、同じ音変化はたどらなかったということなんですね。まあこの編むっていうね、動詞の話は打足として置いとくとして、今日お話ししたかったのはですね、古文で四段活用と言われていたものが現代語では五段活用になっていると。でそれはかかむみたいに未然形プラス助動詞むっていうね、その連続が音変化の結果五段の音が生まれているというお話でした。でそれを未然形とみなすのは、ちょっと良くないんじゃないかなっていうね、お話でした。というわけで最後まで聞いてくださってありがとうございました。番組フォロー忘れずよろしくお願いします。お相手は滋賀十五でした。またねー。